ちは、サンシャインチャンネルのひとみです。今日はカルディでいちごの商品をたくさん買ってきたのでご紹介したいと思います。たくさんね、いちごのものを買ってきたんですけど、まず最初にこれ、いちごあん、これが 200g 入って257円です。トーストとかアイスクリームにのせたりとか、いろんな使い方があるみたいなんですけど、一応福岡県産のあまおうを使用しているそうなんで、あまおう、あ、もへじの商品これ。そうですね、ね、はい、いちごが入ってると、はい、そう、いちごが入ってる。ちょっとよく見たらつぶつぶ感が入ってますので、つぶつぶ感があって、なんかお汁粉とかも使えるらしいので、これはちょっと日を改めて中身を出して作ってみたいと思います。はい、次がこれ、いちごクリームサンド、 155g 入って198円。中をちょっと開けてみますね。これって2種類入ってるってことですか？クッキーが入っていて、赤いのとピンクのと入ってる。プレーンとココア、プレーンとココア、いちごのなんかパッケージ可愛いね。中にいちごのクリームが入ってるから、プレーンかな。どっちからでも、ココアと、あ、どっちからって言わんでも中身がわかる。ビスケットのココアとプレーン。柄がね、かわいいよね。こんな感じです。お花のもの？中が。なんかビスコみたいな。ビスコみたい。中にクリームが入ってる。いちごのクリームですね。ね、おいしい。うん。で、ココアの方が、中白いクリーム。あ、白いんですね。うん、中白い。え、違う。目の錯覚？目の錯覚。え、同じクリーム？あ、同じクリームじゃないですか。外のビスケットの味が違うだけで。うん、そんなにちょっとピンク色。白？ピンク？いや、同じだと思う。同じよね。外が違うんですよね。外が違うみたいな感じです。うん、でも、両方ともこれ美味しい。私、ココアの方が好きかも。美味しい。ね、美味しいね。カルディで人気の豆乳サンド、うん、前も食べた、私も食べた、あれと同じメーカーさんが作ってるので美味しいはずよね。美味しいです。次がこれ、いちごのホユティーヌショコラ。難しい名前ですね。難しい名前、ね、ホユティーヌですね。ホユティーヌ、口がまめらん。ホユティーヌショコラ、中がね、こんなの何やろ、コーンフレークみたいなやつ。そうです。一応ですね、なんかベルギー産ホワイトチョコレート、美味しそう。これ甘酸っぱいドライイチゴとサクサクとしたチョコレートフレンチフランスですね。あ、美味しいこれ、うん、なんかこれ、なんか資生堂パーラーかなんかにこんな感じのがなかった？よく似たのが、美味しい。これクランチチョコレートじゃん。ホワイトチョコレート、ホワイトチョコレートが濃厚ですね、結構。めっちゃ濃厚。パッケージも可愛いので、バレンタインにいいかも。あ、バレンタインにもいいかもしれん。プレゼントするのにね。友チョコにもいい。7個で398円って結構高めよね。でもまあ、バレンタインのチョコにしたら大丈夫かな。安いよね、うん、はい。次が、いちごのいちごチョコ。いちごのいちごチョコだって。名前が難しいです。名前が難しい。これもパッケージがめっちゃ可愛い。パッケージ可愛い。いちごのデザイン。あ、これ個包装になっとる。こんなの可愛い。パッケージやっぱ可愛いですね。パッケージがね、可愛いよね。個包装になっとる。パロンとしてます。可愛い、まん丸で。あ、こんなの、ね、中写真でいくと、うん、丸々いちごが、フリーズドライのいちごが丸々1個入ってますね。丸々1個入っとる。すごい美味しい。これ周りのいちごのチョコレートと、いちごが甘くて、中がちょっと甘酸っぱくって、うん、周りのチョコレートが甘くって、甘くってと甘酸っぱくって、ちょうど合う感じ。いちごミルクみたいな、口の中が。これカルディのオリジナル商品。カルディ六花亭かな。あ、ありますね、ありますね。最近は無印とかでも販売してる。あ、無印でも見たことある、はい、このカルディで、これが 40g で267円、うんね、パッケージも可愛いしね。これもプレゼントに良さそう。いいですね、これはカルディに。次がこれ、ベルガーニホワイトパッションストロベリー。これも口噛みそう。 120g の440円。イタリア産ですね。イタリア産。イタリア産。見た目かわいいですね、これは。かわいいよね、パッケージもかわいいしね、うん、あ、中がね、めっちゃかわいい。これもプレゼントにもいいかも。中がね、かわいいよね、このプレントしてあるの。あ、中もかわいい、白。ホワイトチョコレート、ホワイトチョコレートなんかな、これ。ホワイトチョコレートの中にストロベリーフィリングが詰まってるので。中に、ほら、ベランベラン。
なんかドロッとしてるのが入ってますね。いちご、いちごクリームが入っとる。すごいこのドロドロ感ね、ドロドロ感がすごい。これ綺麗に割れた。次がこれダムラストロベリーソフトキャンディ。これはキャンディ。これもねパッケージ可愛いよね。なんか外国のものって感じがする。これはトルコ産です。トルコ産。値段もね、割合安い。安いよね。めっちゃなんか海外ものっていう感じ。パッケージも可愛いし。パッケージも可愛いし。なんかキャンディ。ソフトキャンディですね。あ、ハイチュウみたいなの。あ、結構硬いよでも。硬い、あ、硬いっていうか、ねじれば取れるみたいな。ねじっても取れん。でもあの柔らかさが伝わるかな、これで。こんな感じ。ソフトキャンディ。あ、中になんか入っとる。中に何か入っとる。イチゴがほら、ストロベリーの濃縮果汁が入ってると。なんか梅みたいな味がする。私も梅、あ、ほんと梅みたい。ストロベリーですもんね。でもストロベリーで梅のフレーバーこれ間違って入れてあるんじゃない。いや、もともとここのメーカーさん、そのストロベリーしかないので梅。でも梅の味がする。なんか不思議これね。でも美味しいじゃ美味しいんですよ。なんか日本のハイチュウみたいな感じですね。ハイチュウよりちょっと硬い気がするけど、でも美味しい。次がこれ、いちごリングケーキ457円。リングケーキだけど、どんな感じかな。リングケーキ、まあリングケーキにはなってるけど、リングケーキにはこれ1個で結構驚愕のカロリーです。驚愕のカロリー、何カロリー言いますか。言ってください。大丈夫、心構えが、はい、大丈夫。457カロリーって、これそしたらね、4等分したら1個4分の1が100何十カロリーってことじゃない。そう、なかなかのカロリーです。結構だってずっしりしてますよね。ずっしりしてるの。これね、一口サイズでね、みんなで食べた方がいいのかもしれない。そうね、これ1個まるまる食べるのちょっときついけど、半分とかでいいかも。まるまる食べるのはちょっときついかも。こんな感じの、上にチョコレートかけしてあって、中がいちごのバウンドケーキ。鼻に抜ける香りがバター、うん、バター。なんかあんまりいちご感ない、うん、カロリーが高いっていう感じがする。美味しいは美味しいです。美味しいは美味しいけどね。なんか2回コーヒーと、うん、あ、前カルディで買ったコーヒーと一緒に飲むとこれいいと思う。美味しかったですもん ね。最後がこれ、いちごホイップクリーム 110g306 円。これね、去年買いに行ったんですけど買えなかったんですよ。でやっとね、今年は出ていたのですぐ買いました。すぐ買いましたとか、昨日、一昨日は出てなくて、昨日出てたのですぐ買いました。なんかこんなになってます。この間ね、これと同じカレーパンを買ったんですけど、それも良かったです。これはトーストに焼くのか、普通なんかビスケットでも何でもいいし、このまま抜いて食べるだけ、食べるだけの感じかな。中身も柔らかい、あ、柔らかい、めっちゃ柔らかい、柔らかい、こんな感じ。ホイップクリームって感じですね。ホイップクリーム、これをパンにつけて食べる。いちごのホイップクリーム、いちごのホイップクリームだけど、中につぶつぶがね入ってる。つぶつぶが入ってる。甘い。いちごの味がする、うん、え、バナナの味がするんですか。え、バナナ、いちごやろ。バナナっぽい味が。いちごです。バナナじゃない、それはフルーツのあれじゃない。中にいちごが入ってて、ホワイトチョコベースのクリームにいちご風味とフリーズドライのいちごを加えてるそうです。ブツブツが入ってるから、かめっちゃ美味しい。えらい甘いのかと思ったんですけど、そこまで甘くない。なんか結構割合あっさりというかね。これおすすめ、これ美味しかったね。美味しい。食パンだけじゃなくてビスケットに挟んで、うん、アイスクリームに乗せてもいいかもしれない。あ、いいかも。いちごの季節なので、いちごのものがたくさん出回っています。今日はカルディでいちごの商品を購入してご紹介してみました。いかがでしたでしょうか。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンやチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。